それでは聖餐式の時を持ってまいります。私たちの教会ではイエス様を私の救い主、僕の救い主と信じて洗礼を受けていらっしゃる方、洗礼を受けたいって思っている方はこの聖餐式に加わってください。それでは最初にお祈りさせていただきます。愛する恵み深き天の父なる神様、今日も私たちをあなたの御前にこうして集めてくださっていることをありがとうございます。主、どうぞ今お御前のパンとブドウ酒、ブドウジュースを豊かに祝福し、御体、御血、血の恵みを私たち一人一人のうちに豊かに表してくださいますようにお願いいたします。この時を感謝してイエスの名前を通してお願いいたします。アーメン。それでは一人一人で悔い改めのお祈りの時を持ってまいりましょう。神様の前に心を静めて準備をしていってください。これらのお祈りをイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。いただきます。皆さん大丈夫でしょうか。イエス様の御体と御血を受ける準備はできていますか。はい、それでは聖書の御言葉を読ませていただきます。イエスはパンを取り祝福して後これを裂き彼らに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。それではイエス様の御体を共にいただきましょう。イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。それでは共にイエス様の御血をいただきましょう。ではお願いいたします。やめてる。それ。失敗した。
それではお祈りさせていただきます。愛する天の父の神様、この聖書の御言葉を心から感謝いたします。感謝を持って皆をあがめ、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。